こんにちは、まひまひぼんぶんのたくちゃんのお母さんです。今日は新しく買ったグッズを紹介したいと思います。あとのカビ対策まで考えて購入しました。障害児者用のバスチェアっていうのがあるんですけど、そのバスチェアをこの狭いお風呂に置くと解除する側の身動きが取れなくなるので、一回お試しで使っただけで、あと購入は一切考えませんでした。一般的な介助用の90度になってる椅子、タグちゃんのように自立で座位が取れない場合、ベルトを装着したりいろんな対策をしなくてはいけなくて、でしかも大きいということで、解除する側の身動きが取れない。シャワーチェアを買わなかった理由の一つはやっぱりカビ対策、あとはその管理が大変。この椅子なんですけど、ここがこう雨に濡れてもいいようなシートなんで、使った後は室内に置いているだけで自然と乾きました。レジャー用の椅子なんですけど、ここがちょっと斜めになっているので、これが使えるんじゃないかって感じで購入してみたんですけど、実は昨日使いました。これおすすめです。ダイソーさんで1000円で売られてます。座ってもらって、後ろに持たれてもらって洗ってます。お風呂のグッズ紹介でした。